北朝鮮は今夜、故金日成主席の生誕110年を迎え、祝賀公演の様子を生中継しました。祝賀公演では花火が打ち上げられ、華やかな衣装を着た若者たちが平壌の広場で踊りを披露しました。中には戦車とみられる電飾もあります。朝鮮中央テレビでは午後7時から生放送も行われるなど、祝賀ムードを高め、内部の結束を図る狙いがあるとみられます。一方で懸念されていた核実験やミサイル発射、軍事パレードなどは行われませんでした。韓国政府は今月25日の朝鮮人民革命軍の記念日に軍事パレードが行われる可能性があるとしているほか、今月18日に始まる見通しの米韓合同軍事演習では北朝鮮の反発も予想され、ミサイル発射や核実験への警戒が続いています。